はい、皆さん、こんにちは。UD トークの青木と申します。今日はですね、新機能の紹介をしたいと思います。えっ、ー、と、さらに見やすくなりました。UD トーク、UD デジタル教科書体というですね、フォントを採用しました。教育関係では割と有名なフォントなんですけども、まあ、その名の通りですね、教科書に使われてたりとかする UD フォントの一つになります。早速見ていきたいと思います。じゃあ、トークを始めると。はい こうやって温泉認識をしていきたいと思うんですけれどもあの、こうやって今、出している字、ちょっと前と雰囲気違いますよね、少し上品な感じで <laughs> 見えると思います、はい。見やすいですよね、やっぱりね。 ま、UD フォントといってあ、ユニバーサルデザインフォントですよね。あのー、実際に実験をしてみて、こう見やすい形にしていくみたいな、あの、検証をしているフォントになります。あの、いろんなメーカーさん出してるんですけども、この UD デジタル教科書体というのはですね、あの、森沢さんが、あの、有名な森沢さんが出しているフォントになります。あのー、やっぱりリクエストも結構あったので、今回、あの、これを採用することになりました。じゃあ、前まで表示していたフォントに変えてみたいと思います。 メニューのトーク設定ですね。ここのですね。はい、ここでフォントの選択で選ぶことができます。はい、みんなの文字。まあ、このみんなの文字っていうのもですね、あの、UD フォントなんですよね。なので結構 UD トークは昔からこの辺の,あの見た目にこだわっていまして、あの、文字はですね、読みやすい UD フォントというのを採用しています。 これも見やすいですよね。なので、あの、ゴシック体系ではですね、みんなの文字。で、ちょっと民調体系では UD デジタル教科書体っていうような感じで、あの、好みで使い分けしていただければいいんじゃないかなと思います。あの、僕はですね、結構このみんなの文字の見え方もすごい好きなので、あの、結構気分で使い分けてみようかな、みたいな感じに思っています。はい。で、またトーク設定に行ってもらうとですね、 はい。フォントスタイル。標準の太さか太字で出すかってことを選ぶことができるようになります。はい。太字にしてみます。はい。ちょっと見やすくなりましたよね。はい。あの、これもですね、好みに合わせて書いていただければいいんじゃないかなと思っています。はい。で、このフォントの設定はですね、トークタブで作ったトークですね。これごとに保存がされるので、あの、例えば、 みんなの文字でトークとか、UD デジタル許可主体でトークとか、そういう,うにあに名前付つけて分けておいてもらっても使い分けしやすいかなと思います。はい。はい。というわけで、今日はですね、新しいフォントを採用しましたという新機能の紹介をしました。あの、UD トークはね、ほんとずっと見てるアプリなので、このあたりに関してはですね、あの、これからもこだわっていきたいなと思っております。はい。それでは今日はこの辺でチャンネル登録の方よろしくお願いします。さようなら。